はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーラーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、4月3週目の紹介をしていこうと思います。はい、では、早速今週のトピックスなんですけども、今週は今相棒がやばいというところで、まあ、どれほどねその相棒がやばいのかを、各種大会結果を踏まえながらちょっと紹介していこうかなというふうに思います。でまずはねスタンダードなんですけども、直近の MO チャレンジでは、トップ88人中に4人相棒を採用したデッキが、ランクインと。そして、パイオニアではなんと8分の6のデッキが相棒デッキと。そしてなんとモダンでは、8分の8すべてが相棒を使ったデッキとなっております。でそして最後にレガシーではレガシーも、8分の6ですね。8分の6、相棒を使ったデッキというところで、まあ、もはやね現環境はもう相棒が入ってない方が珍しいという相棒ザ・ギャザリングの時代にね突入したんですよね。いやねこれそんなことありますと、誰が本当にねこんなことになると予想できたのかなというふうに思うんですけど、まあ、少なくとも僕に関してはね相棒に関してはもう深く考えることを放棄してしまったんで、いやーまさかねこんなことになるとは思いませんでしたね。まあ実際その運用がねちゃんとできるのであれば、そのいつでも使える8枚目の手札として機能しつつ、そのハンデスの影響を受けないなどね、その相手とのアドバンテージを大きく広げることができるんで、その理論上はもちろん強いんですけど、やっぱその実際やってみたらね、やっぱこの縛りは結構無理があるんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、いやー甘かったっすね。まあ、ということでね、その相棒関連の登場により、まあその環境もそうなんですけど、もう市場もね、かなりの大変動がもたらされて、非常に多くのカードがね、注目が集まりましたので、早速今週の注目カードランキングで紹介していきたいと思います。はい、では、早速まず5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は竜王コラガンになります。こちらね初登場なので、効果を説明すると、ラクドスカラーの6マナ65飛行速攻で、あなたがコントロールするクリーチャー他のクリーチャーは、速攻を持つよと。で対戦相手が自分の墓地にあるいずれかのカードと、同名のクリーチャー呪文かプレンズウォーカー呪文を唱えるたびにそのプレイヤーは10点ライフを失うよというところで、まあ、基本的にはねクリーチャー全体に速攻を付与するドラゴンロードとして扱うんですけども、このカードがね今注目を集めている理由は、イコリアで登場した新カードジャイルーダですね。まあ、ご存知の方もね多いとは思うんですけども、ジャイルーダを相棒とした、パイオニアとレガシー環境下において今ねその逆にジャイルーダの相棒としてもうコラガンが搭載されているような感じなんですよね。まあ、コラガンの役割としてはそのジャイルーダによってね場合にめちゃくちゃクリーチャーが並ぶんですけど、並んだクリーチャーに速攻を持たせる役割を持たしつつ自身でも6点火力を持ちながら速攻を持っているというところでね、まあ、フィニッシャーの役割を果たすんですよね。でそのインクの染みに見えがちな下の10点ダメージを与える効果なんですけど、まあ、これミラーマッチではねとんでもない破壊力をもたらしたり、でこのデッキがね流行れば流行るほどそのインクの染みがインクの染みじゃなくなるタイミングっていうのも増えてくるとは思うんですよね。でそんなところで、まあ、このコラガン君なんですけども現在価格が、1200円というところで実に4倍近くの高騰を見せてますね。まあ、こちらに関してはね素直に売りいいんじゃないかなと思いますね。で理由としては、まあ、グラフを見てねいただければ分かる通り、まあ、立派なねしっかりした崖を作っていて、まあ、一過性の需要であることが、まあ、考えられるかなというふうに思います。でそしてねあとは海外の価格を見てもらうと分かるんですけど、実はね海外では5ドル程度というところでそこまで高騰してないんですよね。まあ、なんで今後の推移を考えるとその下落していく可能性というのが非常に高い傾向にはあるので、まあ、今ねコラボをお持ちの方で、まあ、使わない方に関しては売ってしまってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということで、続いて第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は玄武岩のモノリスになります。こちらはね初登場となるカードなんですけども、EDH をねたしなまれる方には結構おなじみなカードではあるんですが、そうではない方に関してはね結構なじみのないカードだと思いますので、効果を説明すると、3マナのアーティファクトで、このカードはあなたのアンタップステップにアンタップしないよと。でタップするとマナプリで無色3マナを出して無色3マナ払うとモノリスをアンタップするよということで、まあ、3マナのファクトでね3マナを生み出せる代わりに、まあ、自立させるのにも3マナかかるというマナファクトなんですけども、こちらがね今市場に注目を集めていまして、まあ、理由としてはね、イコリアで登場した、2枚のカードとのコンボですね。
で、それが、黎明おこしザーダと、賢者の振動キなんですね。まずザーダに関しては、マナ能力でない起動型能力が、2コスト軽くなるという常在能力を持ってるんで、ザーダがいる状態で出すと、モノリスはタップで3マナ出してアンタップが1マナになるんですよね。なんで実質無色無限マナに突入しますね。でキナンの場合は土地でないパーマネントが、マナを引き出す目的でタップされるたびにマナを1点増やすので、タップすると4マナを生み出してアンタップが3マナになるので、こちらも同様に無色無限へと突入します。よって、この2枚のコンボというところで注目が集まってるんですけども、主にはね EDH でも同じようなことをやったりするので EDH の需要が結構期待されるんですけども、今回の高騰に関しては、主にはそのザーダを使った、レガシーのサルベージャーコンボの活躍が要因かなというふうには思いますね。でということで、現在のね、日本での最安値が、1000円という価格まで上がってるんですけども、こちらもね素直に売りでいいんじゃないかなとは思いますね。で理由としては、こちらも海外の価格を見ていただいたら分かる通り、海外でねほぼ高騰してないんですよね。でその理由に関しては、その下のねエキスパンションシンボルを見てもらったら分かる通り、このカードはねその過去紹介してきた中でも最も再録されたエキスパンションが多いカードなんですよね。ただしそのリバイズド以降の、エキスパンションに関しては全てね統率者関連のセットなんですよね。なんでその海外ではそもそも、統率者セットの需要が高くてその供給も非常に多かったセットではあったんですけど、日本ではねそこまでその統率者需要が高くないんで再録されたとはいえ絶対数が海外に比べて非常に少ないんですよね。なんでそのゲームガのオノリスの絶対数が、今現在で言うと著しく低下していて、ここまでの高騰を見せてると。で現にねその最安値1000円の最安値を見てみると、それはリバイズドのねモノリスになっていて、その統率者セットで入ってたモノリスが1枚も市場にないんですよね。こうなるとその大手のショップはね海外から安くモノリスを仕入れて、日本に売ったりしたりすると思うんで、今売らないとね今後下落していく可能性は結構高いんですよね。なんで、過去にね統率者セットを買って結構余ってるよっていう方は、お早めに売ってしまってもいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい、ということで続いて第3位ですね。第3位はこちらになります。はい、今週の第3位は、ミシュラのガラクタになります。こちらもね初登場にはなるんですけども、こちらも今非常に高騰しているカードで、効果はと言いますと、0マナのアーティファクトで、タップとミシュラのガラクタを生贄に捧げることが起動がコストで、プレイヤー1人を対象としてそのプレイヤーのライブラリの一番上のカードを見ると、で次のターンのアップキープ開始時にカードを1枚引くよということで、一昔であればねそのモダンのジャンドなんかにも使われたりして、最近だったらねその、ウルザ系のデッキなんかにも使われたりするカードですね。でそのガラクタがね今高騰している理由は、夢の巣ルールスの登場ですね。今こちらをねその相棒としたデッキが非常に増えていて、マナコスト2マナ以下という制限の中ではカード1枚引けるんでハンドアドバンテージを失わずに、何よりね気兼ねなくそのルールスが着地したターンに墓地から使い回すこともできるんですよね。なんでもともとジャンドに使われてたこともあって、そのルールス入りジャンドなんかもね今注目を集めてますね。ということで、現在このミシュラのガラクタの価格なんですけど、こちら660円とありますが、もちろんこんなに甘い価格ではなくて、現在なんと最安値1500円まで高騰してますね。で、こちらに関してはね、もう今が間違いなく売り時だとは思いますね。理由としては、そのアンコモンでもあるにもかかわらず、その1500円の価格は非常に高い水準ですし、その海外から見てもわかる通り、現状ね、日本の方が高い水準まで来てるんですよね。で、今後のその再録に関しても、そのスタンでのセットで再録されるってことは考えづらいんですけど、EDH 上もそこそこあるカードってこともあって、統率者セットなんかでね、再録される可能性っていうのは全然あり得るんじゃないかなと思うんですよね。そもそものポテンシャルとして、そのアンコモンで1500円ってところがもう高い水準まで来てるっていうところが一番かなとは思うんで、この価格で売れるのであれば、今のうちに売っておくのが賢明なのかなというふうには思ってますね。はい、ということで続いて第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位は、深海の破滅ジャイルーダになります。こちらね、そのコロガンのタイミングで多少触れはしましたけども、いやーまさかね、こんなことになるとはって感じですよね。
まあ、感じですよねって言ったらダメか。もう皆さんね、もしかしたら僕以外の方は、このカードのね、強さに気づいてたかもしれないですので、僕はやっぱちょっと気づけなかったですけど。まあ、ということで、まあ、イコリア販売所からね、様々な環境を暴れ回っている、ジャイルーダくんなんですけども、改めてね、効果を説明すると、6766の伝説のクリーチャー、デーモン、クラーケンで、まあ、相棒のキーワードを持ってますと。で、こいつの相棒条件は、点数で見たものコストが偶数のカードのみで構成されていることと。いうことで、それを達成していると、まあ、相棒として指定できるよと。で、このカードは ETB 能力を持っていて、このカードが場に出た時に各プレイヤーはそれぞれ自分のライブラリトップから、4枚のカードを墓地に置くと。そのカードの中から、点数で見たマルコストが偶数であるクリーチャーカードを1体あなたのコントロールしてて場に出せるよと。まあ、ということで、そのジャイリューダのね、相棒条件が全てのデッキは偶数ってことで、一見かなり難しそうに思えた条件だったんですけども、まあ世の中にはね、ほんととてつもないデッキビルダーの方がね、いたものですよね。なんとその結果主要3フォーマットでジャイルーダコンボとして今現在大活躍中ということで、まあどのデッキもね、コンセプト自体は一緒で、そのジャイルーダをキャストしたらデッキから次々と新たなジャイルーダが登場するんですよね。それは本物のジャイルーダであることもあるし、クローンみたいな、コピーするものですね。ジャイルーダをコピーするカードが登場して、そのまま盤面のジャイルーダ軍団で、最終的には、コラガンを出して、そのまま速攻で殴り切って勝利するっていうような感じですね。まあ特にね、特筆すべきはそのレガシーでの驚異的な速さですよね。まあ、なんと手札に、ライオンの瞳のダイヤモンド、これが2枚あれば、1ターン目からジャイルダをキャストできる。でそのまま速攻まで持っていけて、実質ワンキルと。でそして未だにね、個人的には納得できてないんですけども、ルール上ね、その虚空の力戦が場に出た状態でもクリーチャーを場に出すことが可能なんですよね、このテキストだと。まあ可能なんですよね、って可能らしいんですよ。まあなんでその対策にもね、一癖も二癖もかかるというね、非常に厄介なカードとなってますね。でそんなジャイルーダなんですけども、まあ価格はね、現在最安値450円というところで、まあ初動から考えたらね、もう約9倍程度まで値上がりましたね。でまあ海外の方を見ると10ドルというところで、まあ、20倍近くまで達してますね。まあ、こちらに関してはね、まあ、非常にちょっと判断難しくはあるんですけど、まあ、安全を取りに行くんだったら売りでもいいんじゃないかなとは思ってますね。まあ、本来的にはね、まだ全然買ってもいいと思いますし、粘ってもいいところかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと危ないかなというところがあるので、一旦は売りがいいのかなと思ってて、まあ、少なくともね、そのレガシーに関してはもう事実ワンキルができてしまってるんで、その、まあ、何かしらのテコ入れが入るとは思うんで、ま、いろいろその最悪の事態をね、想定するんだったら、まあ、今売ってもいいんじゃないかな、というふうには思いますね。まあ、とはいえ、その言ってもま、450円ですし、別に450円ぐらい売ってもな、っていうふうに思う方もいるとは思うんで、まあ、持っといても全然ありだとは思いますね。で、ちなみにね、その、ジャイルーダの、ゴジラバージョンである、ガイガンに関しては、通常版だったら1180円。で、コイルなら3580円と、かなりいい価格になってるので、まあ、こちらもね、もし不要であれば、今売ってしまってもいいんじゃないかな、というふうには思いますね。はい。ということで、今週の第1位ですね。今週の第1位は、こちらになります。はい。今週の第1位は、もちろん、このカード、夢のスルールスですね。いやー、こちらもね、ジャイルーダに引き続きまさかこんなことになるとはシリーズにはなるんですけども、まあこちらね、もう説明不要かとは思いますが、一応ね、初登場なので効果を説明すると、3マナで、白黒のどっちでも払えるよっていうマナが2マナと、無色1マナの3マナで、3人の伝説のクリーチャー、猫ナイトメアで、まあこちらも相棒を持ってますと。で、こちらの相棒条件が、デッキに入っている各パーマネントのカードが、それぞれ点数で見たものこそが2以下であることと、というのが、相棒条件で、そもそも犯行を持っていて、あなたの各ターンの間、あなたはあなたの墓地から点数で見たのこそが2以下のパーマネント呪文を唱えてもいいよと。ということで、まあね、別に弁解ではないんですけども、まあ、こいつは正直ね、その発表の段階でも強いとは思ったんですよ。相棒の中ではルールスが一番強いなというふうには思ったんですけど、まあ、言っても2マナ以下から何のパーマネントなんで、まあ、言ってもそのビンテとか、レガシーまでだよねとかっていうね、ちょっと甘っちょろいことを考えてたらもうこのざまですよね。いや、これ全フォーマットって。いや、だって2マナ以下っすよ、パーマネント。まあ、スタンとかパイオニアで2マナ以下は無理でしょう、というふうに思ってたらね、もういけちゃうんだからもうお手上げですよね。まあ、一応ね、そのスタンから順にどんな敵で使われているのかというのをさらっと召喚すると、スタンでは、ラクドスオーブン、クロタン、
で、パイオニアでは、スラムオーラ、一般的に高オーラとかって言われるやつですね。で、あとは、バーン。で、モダンになると、グリクシスデルバー、神話、そしてジャンドと。そしてレガシーまで行くと、デルバー各種だったり、アントなんかにも試されているようですね。で、ヴィンテージまで行きますと、主には逆説ストームだったり、ラベジャーシップなんかで使用されているようですね。まあ、ということで、もう、なんと、スタンダードからヴィンテージまでの全てのフォーマットで、もう本当に様々なデッキで使われてるんですよね。で、まあ、そんなルール少なんですけども、現在ね、日本の価格はラグってまして、現在1枚770円まで高騰してますね。で、まあ、そしてね、皆さんずっと気になってたと思うんですけども、海外でのルールスの価格なんですが、なんと、こちら現在25ドルまで高騰しております。いや、これ、レアでこの価格は相当やばいっすよね。まあ、同価格のね、レアカードで言うと、サンテフェリーと同等か、まあ、それよりも高いぐらいの価格になってますよね。まあ、ただ、その、いくら人気とはいえ、その、相棒ってね、デッキに1枚しか必要にならないカードなんで、まあ、それにもかかわらず、まあ、ここまで伸びてるっていうのは正直結構異常事態かなというふうには思いますね。まあ、今後さすがに落ち着いてくるとは思うんですけど、まあ、海外にいたらね、正直即売りレベルだろうなとは思いますよね。まあ、それに比べて日本は、まあ、現在まだ3分の1というところで、まだまだね、今後の需要を考えれば、間違いなくもっと高騰することにはなるとは思うんですよね。まあ、ただし、その、じゃあ、開花と言われると、まあ、いささかちょっと早計なのかなとも思ってて、その、今のやっぱりルール少ない暴れっぷりを見てると、まあ、さすがにね、禁止改定のメスが入ることは、まあ、容易に想像できるんで、まあ、いつどうなってもおかしくないっていうリスクを抱えてるんですよね。まあ、ただし、それがいつなのか、で、そんでどこまでのフォーマットに影響するのかっていうふうに言われると、まあ、現在ね、そのテーブルトップでの大きな大会がない現状を踏まえると、意外とズルズル禁止されないっていう可能性もあるんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、それもあるんで、まあ、結局どうなるかわからないというところもあるので、まあ、個人的には、そのいろんなリスクを回避する意味で、まあ、素直に打ってしまう方が、精神衛生上いいんじゃないかなというふうには思ってるんですよね。まあ、なんで、まあ、個人的には日本でもね、その海外ほどとは言わないとは思うんですけど、もうちょっとは伸びると思うんで、まあ、1000円を超えてきたらぐらいかなとは思うんですけど、まあ、そのタイミングを見計らって、まあ、売ってしまおうかなというふうには思ってますね。はい。ということで、今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。いやー、本当にね、相棒ザ・ギャザリング半端ないっすよね。まあ、さすがに誰もね、もうこんな環境になるってことを最初の段階から予想できてた方はいないとは思いますよね。まあ、ただ、やっぱり今、まあ、初動のタイミングではあるんで、まあ、相棒がね、ものすごく入った状態で、その、メタゲームとかもね、行われてるとは思うんですけど、もう今回から、まあ、今後その相棒前提で、そのデッキが出来上がるんだったらこれを入れようみたいな感じで、相棒を使われること前提でね、今後の、デッキって組まれてくんじゃないかなと思うんで、まあ、こっからね、もう一段階メタは動くんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど、まあ、多少メタは動いたとしても、まあ、それにしても、ま、いくつかのフォーマットでの、ま、禁止改定的な、ま、動きはあるんじゃないかなとは思いますね。まあ、ということもあってね、まあ、今回紹介したカードは、まあ、相棒の影響によってね、高騰したカードばっかりなので、まあ、基本的にはね、リスクを回避する意味で、まあ、すべて売りでいいんじゃないかなというふうには言ってはいるんですけど、まあ、今後ね、相棒がま、どうなっていくのか、相棒を倒すデッキが出てくるのか、まあ、もし出てきて、そのメタが回ればね、またさらに別のカードが注目されて、価格も動きが出るとは思いますので、もしそうなったらね、またランキングで取り上げて紹介していきたいと思います。はい、では、この動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。